今日も誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、ということで本日はドッキリ企画となっております。さあ、今回ドッキリ仕掛けるのはですね、ナオとヒユなんですけど、今回のドッキリの内容は、メンバーのほくろが徐々に増えてたらいつ気づくのかはい、ということでですね、うちのメンバーのゴーチさんが、TikTok で、ほくろが多いみたいなことをよくいじられるんですよ。そうなんよ。どうせならそれをじゃあ使った企画ということで、まあ、そんな別に、まあ、平均よりちょい上ぐらい、平均値80ぐらいなんですけど、僕の量はめっちゃ高いよ80高すぎだろという感じですね。この後に5人揃った後にクイズゲームをやってもらおうと思うんですけど、そのクイズゲーム中に3回ぐらいちょっとなんか冒険外出てもらって、その間に徐々に徐々に増やしてもらう。で、3回目にはもうとんでもない量にして、もうバリバリみたいなそうぐらいな感じでやってもらおうかな。 OK、 任せて。それ楽しいんだ。楽しいという感じで、もう早速いっちゃいましょう。はい、はい、それではドッキリでレッツゴー。今日も誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、ということで本日の任務は過去の僕たちの動画からのクイズゲームです。はい、ということでルールは簡単です。今回出題者のよしき君が僕らの過去の動画今まで上げてきた、なるほど、そういうことね、の問題を作ってきてくれたので、おっとこれはちょっと厳しい問題です。あの僕とナオは編集してないんで、あ、確かに確かに編集組は結構いる。でも編集組より答えたらもうあれ、もうそう、もう編集者、1位がないんで、編集者獲得。いや、いいよという感じで、まあこれはまあジャスティスさんの愛が試されるんで、早速いきましょう。よし、それでは任務へレッツゴー。結構これ長くなるよ。トイレ行きたい人がいたら、いい？行ってきていいじゃん。わかんない、もういいよ。行くなら早めに行ってきて。今撮ってない、撮らないでいいでしょ、カットして。行きますか。どうぞ。1問目、はい、人柄調査の問題で、はい、Q の合計得点。むずい。オッケー、俺来た。これティッシュやだな。トイレスペーパー持ってくる。トイレスペーパーがいい。トイレに。トイレから、トイレのあるやつ。うちの最低点みたいな。今日2塊持ってきた。うん、2塊。前。俺はこれでいいか。いきます。待って、ちょっと待って。いや、待って、ちょっと待って。OK、みんな。OK、はい、です。じゃあ、合否から、なおの方に。OK。じゃあ、それ、せーの。140。うん。140。え、120、145。正解は140です。おお、いった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 、よっしゃ。全然覚えてない。ヒューは点数つけてもらったのにもかかわらず間違えた。ちょっともっと低く見積もってよし、次行きましょう。はい、次の問題でーす。はい、はい、ヘキサゴン。アメとムチで豪輝が獲得した現金の、あはははは、やばい、俺現金、本人だもん。わかります。その現金いくらか。うわ、わかんない。内容は出してるしな。俺結構強いかも。俺わかるよ。よし、行きましょう。行きます。150。え、170。え、120円。おお、120円。正解は150円。150円。エンディングでさ、この笑顔100円、この笑顔100円、この笑顔150円。あー、やった。なるほどね。じゃあやばい、合計2ポイント。早いよ、やばいよ、やばい、合計わかんないもんだよ。トイレットペーパーもっと大きくに、大きく。あ、少なかった。でも持ってきちゃっていいよ、タバコと。ライオンうんこさせなくていいよ。何？何？ライオンうんこさせなくていいよ。よいしょ、うんこしてきた。お前が、何でお前がうんこする。意味がわかんない。次の問題いきますか。はい、よし、次の問題わらしべ長者の時に俺が翔太にあげた、うわぁ、なんかこれ、うわぁ、むずいな、むず。え、俺これしか今頭に出てこなかった。マジ？俺は君じゃね。ドッキリだ。
ですね、見てください、ゴーキさん。はい。ゴーキさん、ちょっと近づいて、カメラに。はい、今回は、あの、ゴーキ3回ぐらい行ったよ。あの、徐々にホクロの数が増えてるから、どこで気づくのかって。俺、結構こっち向いてたから。この企画やりたかったんだけど。やりたい、このまま。そうなんだよ。さっき笑ってたそうで、うん、うちの下りんとこから俺らは、ナオと俺ら違う笑いだったゴーキ来た時に明らかにこれヤバすぎてそうそうだってさ、こうやって見てさ笑っててさ、よし始めようと思ってゴーキがちょっとこっち向いてたんだよ、うん、で見たらさ、いやゴーキはあの人よりほぐろは多いと分かってたうんいや、こいつ病気になっちゃったと思ってやばい、病気になったと思って3回の時行ったからそういや、という感じですねということで、改めてドッキリ大成功でしょはい、どうですか、ドッキリかけられた2人の気分はいやでも俺が気づきたかったわあ、悔しいっちゃ悔しいでもさ、この位置やっぱりなおだよねいやいや、でもこの角度ヒュー、わかるよマジで TikTok でコメントで豪華ホクロ多いみたいなのをいじられてたんだねそう来たからどうせならこれを企画にしようということでそうこういう感じになります次今日おとといぐらい動画見れば分かるかもしれないけど、うん、えってなってるよ多分確かそうちゃんとよく見せもう一回言ってあげてちゃんと見せてめっちゃ書いたこれだよこれがいたんだよねここにとりあえず待ってでもこの企画持つのやだわあでまたちゃんとこの改めて企画改めてやりますかという感じで今回終わりにしたいと思います、はい、ドッキリ大成功この動画を見た人自分の顔を5人以上に送らないとほくろが10個増えます最後まで動画を見てくれてありがとうこの動画を見た方は高評価コメントチャンネル登録お願いしますじゃないとさらにほくろが10個増えますそれじゃバイバーイ